保冷剤を入れるポケットが付いた断熱バッグ・断熱バッグの冷断熱バッグは持ち運び可能な断熱輸送容器。低温バッグ・保冷温バッグ・保冷バッグ・保温バッグなどの名称でも呼ばれる。主に断熱剤を使用し、時には断熱剤と冷却ジェルを併用して作られる。冷たいものを冷たいまま、温かいものを温かいまま保ち。 内容物の温度を一定に保つために用いられる。断熱バッグは産業、医療、医薬品用と出前などの食品配達、弁当箱の持ち運びなどで使われてきた。温度変化の影響を受けやすい商品をコールドチェーンを途切れさせないで持ち帰るための商業用。断熱バッグは1980年代半ばにヨーロッパの食料品店などで導入されたのが最初の例である。 宅配ピザを熱いまま届けるための断熱バッグは1983年にイングリッドコーザーが発明し今日では広く用いられている。クーラーボックスとよく似ているが、クーラーボックスは断熱バッグよりも大きく硬い箱状の形をしている点で異なる。製薬用断熱バッグは温度変化に弱い薬品を温度、衝撃、光から守りつつ輸送するものである。 ワクチンの多くは、冷凍したり、高温や明るい光にさらしてしまうと、その効果の多く、またはすべてを失ってしまい、慎重な扱いを要する、生物学的製剤である。このようなワクチンは、生産から使用するまでの間を、通常接種2度から同8度の間に保たなければ、ならない。断熱バッグは通常、次の材質で製造されている。ありがとうございます。